じゃあちょっとメイクしますか。ポーチください。はい、え、この中かな、卵の。あります、ポーチと、あと化粧水が中にあ、そう、ありがとうございます。これで大丈夫ですか。はい、 SD ローダー、基本化粧水も保湿も全部 SD ローダーでやってます。じゃあまずいきますか。いきますよ、皆さんスタートします。初公開ですか。初かな、今新しくなってから初かな。今日はね、乾燥がねありますから、まあ、本当はちょっといつもだったらもうすごいスピードでやっちゃうんですけど、ちょっと今日は、はい、皆さんにプロセスを、はい、まずこれをゆっくり入れます。そうですね、皆さんすっごい興味があるんですね。書き込みが一気にこれを待ってた。マジですか、うん、不思議な気持ち。男性からするとそうっすよねで、ファンデーションっすよね。私これマジでおすすめしたいんだけど、私すごい汗っかきで、で、あのファンデーションはよれるんですよ。普通のファンデーションだと、例えばリキッドだったりとか、リキッドとかやると汗かくとこの鼻の周りがドロドロドロっていうのが変なこう垂れてくる感じになって、で汗かいた後に乾くじゃないですか。そしたらもうヨレヨレなんですよ、この辺が。でそれで、あのかなり強力なねリキッドファンデーションを使ってたんですよ、昔二十歳ぐらいの時は。でもそしたらちょっとやっぱりあの、やっぱり、なんていうんですか、ニキビがすっごいできちゃって、リキッドは良くないと。そしたらもう固形のね、粉のファンデーションを使おうと思ったけど、粉のファンデーションって結構カバー力がなかったりとかするじゃないですか。なかったりとかするんですよ、固形のファンデーション、あのこういうね。だから、ちょっとやっぱり、その中でもカバー力があって、さらに長い収録、3時間、4時間でも化粧なししなくてもいける。そしてさらに汗かいてもよれない綺麗に崩れていくものっていうものを探し当てたんです。それがこちらのセフィーヌこのセフィーヌが本当にもし長年使ってるんですけど、まあ、Amazon とかでも売ってます。この色はね OC110、 これも詰め替え用の私やつでも使っちゃってるんですけど、もうかなり使っちゃうから早いんですけど、これを使ってます。ぜひとも皆さんチェックしてみてください。じゃあ特にこう女性の方でも結構動くことの多いお仕事の方だと本当におすすめと。そう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 、だからデートとかね、なかなか、うん、あの化粧直しできないじゃないですか、はい、そういう時とかすごくいいです。セフィーヌ、皆さんチェックしてみてください。セフィーヌ、じゃあちょっとこれをやっていきますか。ちょっと乾いちゃったから、ケース買った方がいいけどね。ケース別売りで売ってますから、そっちで買ってください。じゃあいきますよ、どれくらいカバー力があるのか。そして今日皆さん夜までいますから分かると思います。そうですね、うん、昨日も実際に、うん、じゃあちょっとスポンジを使って、もうほとんどないんだけど、これだけね、半分だけありますね。じゃあもうこれだけで、あ、本当だ、分かります。今ちょっと鏡なしでやってるからあれだけどで、あまり熱くなりすぎないんですよ。なんでかって言ったら、私調べたんですけど、自分でいろんな固形のファンデーション、いろんなブランドのやつ見てきたんですけど、すっごい粒子が細かいんです。なるほど。固形のファンデーションの中でも粒子が細かいから、なんかねフィットするんだと思います、肌に。
だから一番大変なのはリキッド塗ってさらにその上からちょっとね粉振ってとかやるとやっぱ分厚くなっちゃったりとか、あとここがねパリパリになったりとか、ここのところがねちょっとあれになったりとかするんですけど、私ダマになっちゃいます。あとでしょ、ダマになるのが一番ダメですからね。ダマになるとすごいじゃないですか、直すのも大変だし。気づかないから言ってほしい。でしょ、だからさあ皆さんいかがですか。今半分だけ塗りました。違うんですか。あ、全然違います。全然違いますよね。女性サーフの方が結構しっかり塗ったのに全然厚塗り感とかない。そうなんですよ、すごい。でこれまたすごいのが光に当たったりとか、あとカメラとか撮るとき結構しっとり見えるんですよね。でこれ今まだ塗りたてだからちょっとパサってなってますけど、これ時が経つとどんどん肌に馴染んでちょっとねしっとりしてくるんですよね。ちょっと一回お茶飲みますコンシーラーも使わないです。なんかこういうところのニキビ跡とかも、ね、ニキビとかも全部大丈夫です。セフィーヌは1個5000円ぐらいかな、まあ、でもファンデーションだったら1個5000円ぐらいはねしますからね。もう長年使ってますセフィーヌは。その前はセフィーヌリキッドファンデーションとかも使ってて、もう廃盤になっちゃったんですけど、もうカバー力がやっぱいいっていうのがあるんですけど、やっぱり自分の肌とリキッドが合わなかったんで、まあリキッドがどうしてもいいよっていう人はセフィーヌのリキッドをおすすめします。スポンジなんかも違うんですか。はい、スポンジはもうこのスポンジですね。絶対にこの質、このあのまあメイクさん、昨日ついてくれたメイクさんのやつ借りたまま借りパクしちゃったんですけどこれ前のロケのねスタッフさんのこのなんていうんですかね、よくあるこれちょっと、うん、こういうのとかわかります？硬いやつ、これすっごい柔らかいんですよ。これ吸収率がすごいいいというか、周りがねポス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 してるんですけど、わかる、ここってツルツルしてるけど、ここはちょっとツルツルしてるけど、ここがなんていうんですか、ホワホワしてるというか、だから私のイメージはこういう状態になってて、そこに粉とかリキッドの液体が染み込んで、それがさらにあのつけやすいっていうイメージで、私のこのツルツル、この外のツルツルの感じが、もう全体がツルツルみたいなファンデーションとかスポンジっていっぱい売ってて、全体がツルツルしてるとマジでダマになるんですよ。ああ、そうなんですか。本当にダマになって、なんかボーダーみたいな、なんかさっき言ったなんかボーダーみたいな感じになってえみたいな。隠さずともう一回見るともう一回ボーダーなんですね。そうそうそう。だからこういうここがねホワホワしてるやつの方が、あの全体的に均等に塗りやすいしくて、でこのなんかこのね黒い丸いバージョン、これもちょっと今汚いんですけど、これもスポンジで、これもすごいいいと思いました。これもあの一昨日ぐらいに担当してくれたメイクさんのやつをそのまま間違って入れちゃって今度返さなきゃいけないんですけど、これもすごいいいってなりましたね。この周りがホワホワしてるからこうなんかキャッチしやすいというか、すごいためになる。本当ですか。まあ私かなりメイクはね、マジで研究しました。あの普通のね女優さんとか普通の女の子じゃないから、その汗とかがすごいかな、ね、まあ、芸人さんというか、そうそうそう、手法からね、そう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 、動くことも多いし、そうそう。あとちなみに髪の毛なんですけど、あの昨日なんか髪の毛サラサラとか言って書いてありましたけど、うん、あれはマジでナイトキャッププラス、これマジなんですけどアンファーのシャンプーですね。アンファのシャンプー、女性用のアンファのシャンプーがあるんですけど、それ使っ
ってるんですけど、もうそれです。もう100、まあ 90% それですね。残り 10% はもうナイトキャップ。もうあのサラサラ加減はもうアンファのシャンプーでしか出せない。まあ高いんだけど、一回だけ試してみてください。私最初、まあなんかこれシャンプーなんで使ってみてくださいって言われて、あ、いいんですか、いただいてって言って、正直どうなのとアンファシャンプーどうなのと思って、はい、あの使ってみて、最初1本全部使い切った後に、はい、まあ変化っていい方の変化って意外と気づかなくって、うん、1本使うじゃないですか、うん、あーなんかまあいい感じかなと思いながら、その時にいつも行ってる美容院のシャンプーもらったのそれ使ったりとか、あとはなんかそれがまた美容院のシャンプーがなくなったら、うん、またさらに別のシャンプーとか結構使っていろんなの使ってたんですよ、うんうん、そしたらね、髪がパサパサな感じに気づいてきて、あ、なるほど、あれってなって、はい、でもう一回アンファーのシャンプー使い始めたらまた元に戻ったんですよ。ってことはどんどん良くなってて、なかなか気づかないけれど、そう、別のシャンプー使った後に使ってみたらあれって良さに気づいたというか、気づか、だから結構それでツルツルになったりとかするんで、ぜひとも皆さんやってみてください。そしてこっから私はまつげか、あ、まつげじゃないや、目のね、シャドウをやるんですけど、まあもうね、廃盤になっちゃって、海外だったら売ってるかもしれないけど、びっくりした。ね、よくね、目キラキラしてるシャドウ何使ってるんですかとかよく言われるんですよ。そのテレビとかでアップに振った時にすごくキラキラみたいな、それはマックです。マックのプレストピグメントエンライトニングですね。これね、もう廃盤になっちゃって、私はこれすっごいキラキラなんですよ。廃盤だからもうほとんどないんですけどこれね、この間買いに行ったら、これの私はこのなんていうんですかね、何の色もない、なんていうんですか、こういうのシルバーを使って、その上から自分で色作ってやってるんですけど、今もうこれのキラキラの茶色とかなんか紫とかなんかいろんな色が出てるんで、もうそれ一本でもキラキラと色合いが作れるっていう風になってるんですけど、私はちょっと自分のアイシャドウの色は作りたいんで、これをね今愛用してるんですけども、だこれをぜひ見てください。プレストピグメント、プレストピグメントのエンライトニングっていうのはこのカラーの色の名前なんですけど、プレストピグメント、これじゃあちょっとつけてるところ見てみましょうか。やばい、なんかすごい、ちょっと待ってね、こう手につけます。基本シャドウは全部手でやりますけど、じゃあこれを全体的に塗ってみます。上の方まで塗ります。もうちょい塗ってみますね。保存版。本当ですか。紙から。あと学生のあの子ですかね。はい、あの無音だから辛い、授業早く終われ。なるほどね。この分かります？この。本当めっちゃキラキラしてる。キラキラがすっごい。いや確かにね、マットな素材のシャドウが流行ったりとかいろいろあるんですけど、でも結局目元でキラキラしてた方がいいかなと思って、今これもうこのキラキラがないと結構無理っすね、それなくなったらどうするんですか。これなくなったら、そしたらあの普通に泣きますだってこれがないと、だってこれもう3年ぐらい使ってるから。じゃあ海外から取り寄せてるんですか。いや、もうこれ前大量に買ったんですよああ、なるほど。そう、でもそれがもう今なくなるから、まず片方だけ作ってきます。そんなことはしなくてもいいですか。このね、つぶつぶのキラキラがいいんですよね。やっぱ指でやった方がいいですか。指でやった方がいいです。特にこういうキラキラしてるやつは指で力を、まあ、かけずに塗った方がいいです。
チップでピッピってやってピッピってやるとここだけ固くついちゃったりとか、ここがポロポロポロって取れてここについちゃったりとか、そういう結構こういうキラキラ系って時経つとここに溜まってる時あるじゃないですか、うん、これ一切ないですから。このキラキラのすごいところって一切落ちてこない、そして取れない、常にキラキラしてる。私はもう取れないメイクがをかなり研究してきてますから、もう取れない、もうそれだけ。よし、じゃあ一回ティッシュをいただいてもいいですか。すいません、ありがとうございます。じゃあ続いてがですね、もうアイシャドウも、まあ、茶色いものとかもいろんなの何個も今まで使ってきました。で何色も使ってきました。ただもうこの一つのパレットでもうグラデーション完璧にできちゃうじゃんっていうものを私はもう見つけておりました。こちらルナソル、ルナソルのスターシャワーアイズですね、05。ルナソルのスターシャワーアイズ05、こちらがもう万能で、ルナソルってまあまあね、皆さん使ってる方は多いと思うんですけども、やっぱ日本人の肌にすごい馴染むっていうのと、あとはもうね、ちょっと見たら分かるんですけど、もう茶色のベタな茶色のグラデーションが作りやすい色の配色になってて、まあね、ちょっと汚いかもしれないですけど、こちらでこの順番で塗るんですよ。まあ私はこの塩はまだ使ってないですけど、このグラデーション分かります？ただこれね、はい、じゃあこれポン、これいいんですよルナソルって言われても、どう使っていいか分かんないじゃないですか。え、ここはいつ塗るの、ここはいつ塗るの、今日教えましょうお願いします。でも私のスタイルだからね、あれですけど、じゃあまずキラキラ塗ったところにこの薄いちょっとオレンジっぽい色ですね、こちらを手に塗ります。これはもう結構たっぷり、はい、つけました。でこれを目の全体に塗ります。手たく感じなんですね。最初はね、ちょっとあのキラキラがの取れないように、でもまあ全体的にもうホールの方にもやっちゃいましょうね。本出してほしい。いや嘘でしょ出しちゃう。はい、ということでこういう感じで色合い分かります？今結構塗ってます、うん、で、え、こんな塗っちゃって大丈夫って思うじゃないですか。これが大事なんですよ。ここのこの濃さがすごい大事なんです。こっからグラデーションしていきますから。じゃあ続いてはもう一個かなり濃いめ、濃く見えますけど、こちらの色を手に塗っていきたいと思います。で私はあの目をね、ちょっとこの外側外側にこうなんていうかセクシーな感じでいつもシャドウ塗りたいので、この濃く塗ったやつをいきますよ。この縁というかね、この辺にポンポンポンと外側にこう出るように塗っていきます。そうですね、黒目からこっち側に全体的に塗るように塗っていきます。でこの辺も気をつけてくださいね、なじませるように。でちょっと様子見でこっちのもうちょい内側行ってもいいですけど、基本外に全体的にモワンと、なんかさっきのここのオレンジ色のところが残ってますよね、こっち。でもその上にこっち塗ってますから、グラデーションなってるの分かります？分かります。だけどパキッとは分かれてないじゃないですか、うん、これがね、このルナソルのね、あのシャドウの威力。じゃあここまで行きましたね、もうこれぐらいで大丈夫ですから。ここまで行きました。じゃあこの濃いのどこに塗るんですかって話ですよね。じゃあこの濃いのしかも塗りすぎちゃうんですよね。塗りすぎちゃうでしょ、はい、塗りすぎてあれちょっと重たくなっちゃったかなと思うじゃないですか。ティッシュで消してあもう普段、ああもうティッシュで消したらもう終わりですその時はもう一回全部メイクを落としてください、はい、じゃないとね難しいんですけども、これじゃあここちょっと先っちょにつけました指の、これどこにつけるかって言ったら、やっぱり目力でバシッと必要なのは目尻です。
目尻に私は乗せます。いきますよ。私ここいつも毎回自分の中でも緊張するんですけど、ここわかります。これ締まりましたよね、うん、この感じ3段階薄いちょい濃いめちゃ濃わ、うん、かります。正直これアイライナー引かなくてももういけるぐらいの、なんか目尻のアイライナーみたいな。そう私は結構こういう感じでいくんですけど、どうですか皆さん。もうこれでシャドウは終わりです。どうです、変わるんですね。変わりますよね。今だいぶ違うと思いますけど、伝わりました。すごい、ちょっと忘れました。え普通に集中しちゃった。じゃあこっちに塗りますから。服装によってメイク変えます？変えないですね。口紅の色は変えます。ほんと口紅の色だけで変わりますよね。だからいつもだったらもうこれぐらいのスピードでシャドウはいつもで、この左右ねちゃんと同じ濃さにした方がいいですね。今度してほしいよって人すごい多いです。本当にえっ、マジでガチで録画機能ないのかと。アーカイブがね、はい、ありますから。でこのね日差しによってね、あの目の濃さが違いますから、ちゃんとそれ見ていただいて。はい、 OK。 どうですか。本当にメイク、私もう本当にやるの面倒くさいですよ正直。あの朝ねそこに時間かけたけど、本当にとにかく早くできる方法みたいな。じゃあここでですね、アイライナー引くと思うでしょ。一発眉毛いきます。眉毛の形と眉ライナーちょっと見たいんで、一発眉毛を描きたいんですけど、まあちょっとね今はちょっと濃い眉毛にはまってるので、パウダーです。全部これね、インテグレートのアイブロウ&ノーズシャドウ、もうね、ないです。ずっとね、この中にゴールドがあって、私髪の毛金髪だったりとかした時はこのゴールドがすごい良かったんですよ。でも今こっちの濃い方を使ってます。今売ってるのかなこれ、 BR731、 こちらのこの濃い眉毛のこのブラシを使っていきます。いきますよ。まあ今もともとの眉毛がありますけど、私眉毛ね左右違うんですよ高さが。だからそこを気にしながらやるんですけど、ちょっとスカスカなところをね埋めるぐらいで、で目頭のここのところはもうほとんど塗りません。ここまで塗っちゃうと本当に印象が強くなっちゃうんで、今まで私ずっとここまで全部塗ってたんだけど、それ良くないんだと気づいて、でここはもう自然体の毛並みにしてます。でここからが勝負ですよ。分かります、この左右違う感じ。こっちが下がってる感じしませんね。え、わかります。これをちょっとねやっていきたいと思います。この眉毛は勝負ですよ本当に。これミスったらもう私テンションぶち下げになりますから。お前だと特に目立ちますよね。そうなのよ。
ほんま眉毛が常に出てる状態ですからね、うん、でも眉毛ってすごい私メイクの中でも口紅の色と同じぐらい眉毛の形ってすごい大事だと思ってて、細かったりとかしても太かったりしても形ってその人の顔に合った形ってありますよね。だからね、あのしっかりあの眉毛については皆さんやっていただきたいなと思いますね。誰私同じ高さになりました。はい、同じ高さに。こっちが下に下がりすぎてるんで下描かないんですよ。うん、でこっちは上が足りないんで上描くんです。でこっちは、まあ、こっちの眉毛に合わせて描いてるんで、こっちはこっちの下に下がってるところと同じ高さにするために下を描いてるんです。で上を描かないんです。へー、まずはもうどっちの左右のバランスが高くて低いかっていうのをまず分かった方が楽だと思います。そしてここから眉毛マスカラを使うんですけど、まあ、この濃い色、しかも私は黒髪ですにもかかわらず、まあ、この色とはまた全然違う明るい眉マスカラを使います。こちらはい、ヘビーローテーションカラーリングアイブロウアッシュブラウンというアッシュブラウン03の色を使ってます。これも本当金髪の人とかが使うやつなんですけど、もうこういう色ですね。で金髪ですよね。この色を使っていきたいと思います。でこれが今黒いでしょ、でさらに濃いねブラウンで描いたんですけど、これが本当奇跡が起きるんですよね。いきます。わかりますかね、薄くなりましたね。そうでね、肌に馴染むんですよね。だってパウダーで地でねあんな濃い色塗ってるのに違和感がないんですよ。だ変に同じ色で アイブロウマスカラ、さっきの濃いこのブラウンのアイブロウマスカラやったらさらに太くなると思います。だけどちょっとワントーンというか、私はもう何トーンも落とした薄い色でやってるんですけど、ちょっと薄い色の方があの強い印象になりづらいとは思うんですよね。まあ、お好みですけど私は薄くしてます。どうですか、わかります？全然色違います。色違いますよね。やっぱこっちが優しくてこっちが強めです。そうで、こっちがちょっと昭和感がすごい残ってません？昭和感強いでしょこっちの眉毛色合いが。別にこっちでもいいんですけど、やっぱりあの薄くしたい、全体的にブラウンなんでちょっと眉毛は薄めでいきたい。だからといってカットしたりとか染めるってなったらね、その時その時の TPO ってあるじゃないですか。今日のじゃあメイクはチークなしで黒眉毛でいこうとかね、うん、そういう時とかちょっと染めちゃうと大変なんで。一からの工程って本当に初めての公開ですか？そうですね、こんだけ説明しながらやってるのは初めてですね、うん、今のメイクになってから。てかテレビでまずメイク公開みたいなんてないですからね。そうです、うん、うまくいったのかな、これ。ちょっと待ってくださいね。OK。
え？買いましたって人が何？スリム買いました。早っすごい時代ですよね。でも見ながら買う、すげえ。ギャップもすぐ売り切れちゃいましたもんね。そうそう、ギャップもね、すぐ売り切れちゃうんじゃないですか。メルカリで売ってるとか。あ、マジっすか。セフィーヌのね、でも何個か種類あるから皆さん気をつけてくださいね。シルクウェットパウダーですからね。シルクウェットパウダー、色合いも気をつけてください。早いなぁ。よし、いけるかな。はい、じゃあ続いてはアイラインいきたいんですけども、まあ、ちょっとね、私アンファーのアイラインをね出るんですが、つい先日全部なくなっちゃって、今アイライナーがねないんですよ。アイライナーがなくって、でずっと買いに行かなきゃ買いに行かなきゃと思ってなくって、この間急遽ちょっと買ったアイライナーでやりたいと思います。でその時ね知らなくって、まあ、ドーリーウィンクをね買ってね、あの黒だと思ったらブラウン買ってて、で、まあ、ブラウンもいいんじゃないかなと思って使ってみたらかなり結構良かったので、まあ、新しく、はい、今使ってるんですけど、アイライナーの引き方、まあ、色合いはどっちも大丈夫です。ブラウンでもあの黒でも。でアイライナーって、まあ、これもそう落ちづらいんですけど、アンファのアイライナーも全然落ちないんですよ。さらにもう一個、これもね私ずっともう何年もこれバッグに入ってるんですけど、マックのスーパーシリコン、ああちょっと英語だからあれだけど、これですね、この形のアイライナー、これも変な、なんか曲がってる曲がってるというか、何ですかね、この閉まってない感ね、こういう形の、もうね中ボロボロなんだけど、これも、まあ、簡単にやっぱ伊勢丹とかの、まあ、ネットでも手に入りますし、これもまあ落ちないですね。落ちないし描きやすい、これもおすすめです。アイライナーは結構ね落ちないやつにも増えてますから、もう今回このドーリーウィンク使っていきたいと思います。まあ人それぞれの目ですからね、難しいんですけど、私はわかんない、どう説明していいんだろうな。まず私ここから書きます。ここからいきますね。で一回ここでこのままガーって引くんじゃなくて、上にここに目に沿ってやります。ここをこっからだとこうやって行きがちじゃないですか、はあ、ここ行きがちです、って塗って行きがちじゃないですか、でも私はやっぱ二重の幅を大事にしたくって、二重の幅を大事にしたいときは一回やっぱり様子見ながら、このね目の形に沿って、でここ私もともと釣り目なんで、この状態でガッて上げるともっと釣り目になっちゃうんで、ちょっと垂れさせるために下まで引きます。でここの目尻まで来たらちょっとここで跳ねさせます。私本当にそのやりがちのここで上げちゃってます。途中で、あ途中でね、上げちゃいます。もったいないです、目がちっちゃく見えちゃうと思います。はい、自分の持っている目の幅を存分に使ってから跳ねさせてください。やり直したいでここですね、ここがすごい大事です。ここもやりすぎず、でもラインの協調性も大事にして、で何回か開けながら見ていきましょう。
だいけるまだいける。すごいかったですよ。わ本当だ。うまく撮れてますねカメラさん。すごい参考になる。すごい。もうちょっと今日行ってもいいかなとかいう日はね、もうちょっと行ってもいいですけど、私これでも結構ライン太い方ですからね。本当に描かない人は描かないもんね、ちょっとしか。12万人から13万人。今日はじゃあちょっとこういう感じ。まあ、こういう感じで見たいと思います。で左の目の方が二重の幅が広いからちょっと太く描きますけど、あんまり描きすぎて二重がね、あの狭くなっちゃって目がちょっとね深みができて出なくなっちゃうんで、そういう様子見ながら自分の二重に合わせてやってみた方がいいと思います。左はもう基本雑です。右をね中心にやるので。そうなんですか。はい、それ何のこと。一回右でやってるんで、うん、もうこっちはもうポン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 と。緊張するわ、こんなたくさんの人たちに見られながら。見ながら一緒にメイクしてるよって人もいました。あ、本当ですか。これでも結構私あんまりここ跳ねさせないっていうのは、まあまあまつげ使ってるっていうのもあるかもしれないですね、うんうん、つけまつげのこの外跳ねの邪魔にならないように下にがっつりやっちゃうと、まつげの長さ、つけまつげの長さもあるのに、さらにそこから横から違うとこから線が伸びちゃったりとかすると、ちょっと分かりづらいんで、まあまつげのこの跳ね具合のバランスを見ながら、後で足したりとかするのが一番いいかもしれないですね。で、ここまでできました。もうほぼ完成に近いです。で、次、目の下のシャドウ。同じシャドウを使います。チップ使って、こちら。薄い色のオレンジ色をここの涙袋の下のところ黒目の手前まで塗ります。はい、もうちょいいってもいいかな、黒目ぐらいまで。はい、こんな感じになりました。こちらもいきます。もう白の時代は終わりましたね、一回ね。白い時代ありましたよね。ありましたね。確かに。言われると、みんな白かった時期ありましたね。はい、もうやってません、誰も。そういうメイクもあるでしょう。でもなかなか日常ではね、もうやらなくなりましたね。こっちの方が馴染みます、目に。で、私、つけまつげをいつもつけてるんで、上が強すぎて下がスカスカっていうパターンがありますから、うん、ちょっと潰します、そのスカスカのところ。つけまつげする前につけちゃうとね塗りづらいんで、ここの目の下ルナソルのこの一番濃いところで、この細いチップでいきますよ。まつげが濃く生えているみたいにぼかしながら入れてきます。はい、これでちょっとパキッとした感じになると思います。でもこれやりすぎちゃうとマジでこっから下がもう何ていうんですかね、取れた時にこの下のやつが取れた時にここもうわって真っ黒になっちゃうんで、私はこう黒目の手前ぐらいまでがちょうどいいかなと思います。でさらにちょっとねマスカラなんですけども、
アンファーグッズがもう全部ね、なんかピカピのやつがあったんですけど、それもないので、デジャビュー、デジャビューを使ってます。まあ、アンファーのやつがね、ほとんどまあ取れないことがいいんですけど、これをじゃあまず上に塗って。ビューラーやる前にやるんですか？私ビューラーやらないです。あ、そうなんですね。はい、まつげは上げずにそのままいきます。締めがちなね、まつげにしてみました。してみましたというか、いつもそうです。で、下もやります。ウォータープルーフですか？ウォータープルーフです。で、そうなんですよ。まあ、まつげに対しても負担が大きかったりとか、あとまつげ美容液やってるんですけど、まつげ美容液マジでやった方がいいです。私もうまつげ美容液に関してはもう友達がもうみんな、いやあれいかついねみたいな、自分 CM やってるんで、いやあれいかついっしょみたいな話をよくするんですけどやっぱりその毛のまつげってすぐ取れるじゃないですか、はい、例えばつけまつげも結構もうまつげにつけてるような状態だから、はい、抜くときブチブチっていったりとか、あと毛自体がね傷んじゃったりとかするんですけど、まつげ美容液マジでおすすめです。まつげ美容液上部なんですか？はい、上下に塗ります。そう、結構下のまつげもだいぶ育ってきて長くなったんですけど、まあ、こんな感じで下も塗ります。さて、こっからですよ。チークです。皆さん、チーク大事ですよね。よいしょ。私はチークはこちらです。マックパウダーフラッシュモダンマンダリン、モダンマンダリンという色です。私もこのまま入れちゃってます。ここに入れるものじゃないんですけどセットなんですか？違います。これ RMK のチークの筆をそのまま使ってます。ここに入れてます。まあ、こんな感じのオレンジ色を使ってるんですけども、オレンジ色は結構赤い口紅にあったりとかする色合いなので、あとまあちょっとこう元気な色だったりとかするし、ブラウンともすごい合うので、まあ、ピンクよりはオレンジ派かな今。でこのオレンジも自分の中でも旬が過ぎてピンクになることもあります。よし、もうちょっとたっぷりつけますよ。もう仕事によって変えたりもしたりするんですか？プライベートほとんどないですね。口紅の色は変えますけど、でもほとんどもうコードメイクでいってます。じゃあチークいきます。結構上の方に丸く塗ったりしますけどで濃いと思うでしょ。そういう時はね、もうねこのファンデーションでちょっと抑えたりというかして、馴染ませる。どうですか、皆さん。本当だ。チークによってやっぱりこの顔のね、上目なんですね。ちょっと上目の方がキュートです。キュートです。だって一旦ちょっと濃く塗るんですか？一旦濃く塗った方がいいと思います。っていうのは全体的にここだけトン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 だともっと濃くなっちゃうんで、ここ濃くしながらちょっと薄くね。あのこっち広げるじゃないですか。そうなることによってここがどん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 濃くなっちゃうので、その時用には抑えるように、もう結構広めに塗るから、まあ、濃くなっちゃうっていうのもあるんですけど、濃くなりすぎちゃうとねあれなんで、チークは結構大事だと思います。はい、できます。チークはパウダー派ですか？パウダー派です。ファンデーション取れちゃうんで、
今日は肌のノリが悪いですね。よし、一回戻していきますか。もう一回いきます。まあ別にこんなに濃く塗らなくてもいいんですけど、チークはやっぱちょっと塗った方がいいですね、メイクの中でも。これめっちゃ濃いそう、濃い方ですからね、うん、原宿っぽい。ちょっとなじませて。どうですか？うん。来ましたね。さあ、こっからですよ。あと2つ。つけまつげ。昨日ね、メイク落とす前につけまつげ洗面台に置いときました。これ結構使い、まあ、ワスというか使います。ホコリがねすごいついてる。これはねつーちゃんの、マスアカつばさちゃんのまつげを使ってます。マスアカつばさちゃんの何番だっけな、何番か忘れたけど緑色のやつ。それをね使ってるんです。もう長年使ってますね。本当にこの形がすごく可愛いのと、つけやすいのと、うん、で縁をちょっとだけプチって切ってます。目の自分の長さに合わせてやるんで、一回自分のこれに当ててみて、ちょっと大きいなと思ったら切ってってもいいと思います、この短い方を。それかせっかくだから新しいのにしてみる？うん、ぜひね、新しいのここにあるんで。それも同じものですか？これ自分のです、うん、ハサミ持ってますか？ハサミあったら借りたいです。結構寝るとピンクっぽいチークですね、意外と。そう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 、肌にちょっと馴染む系の、うん、ピュッ。ああどうですかメイク、いい感じでなってますか？鼻毛じゃん。あ、え、ほんと？誰が使ったやつ？知り合い。鼻毛カットやん。パッと見は本当に眉毛切るやつみたいな。サッと来ました。サッととかのレベルじゃないよ。もっと熱消毒とかしてくださいよ。じゃあこんな感じで、感じでだって撮りますね。じゃあ私は目の大きさ的にここ1個いらないので、ここ切ります。プチン。そして、まあ、ちょっとね先っちょがこうやっぱとんがってる、余ってる部分があるじゃないですか、わかります？ここ、うん、これが実はね目頭のところに当たって痛いので、これも切っちゃいます。こんな感じでもう自分の形を作っちゃいます。左右同じように。鼻毛カッターじゃん。もうまあでも貸してくれてるからな、ここ。でこれをパッパとつけていきたいと思います。のりはもちろん
もうこれしかないですね。皆さん持ってるでしょう、つけまつげつけてる人は。あれ、こちら、ティーアップアイラッシュフィクサー EX つけまつげ用接着剤。もうこれがもう最強です。全然取れないです、どんだけ強風が立っても。こちらで塗っていきたいと思います。つけまつげ大事ですよ。目の動きに合わせてまつげもリアルに動くように私は貼った方がいいと思うので。まつげくよりつけまですか。うん、まつげくはね目かけないから。一回喋れないです、ここは。出してますか。ちょっとだけね。上手。どうですか皆さん。ちょっと上に上げすぎたけど。上手ですね。そうだから結構大事なんですよ、つけまつげって。集中するんです。結構左右で違くなっちゃいません？そう、だからなんかつけまつげつけてる時に話しかけてくるやついるじゃないですか。いやマジ一回黙ってくれって思いますよね。でここのこの目頭のこれがねすごい大事だから、このラインとかももし足したりしたらここから引いて引いてもらってもいいですし。こういう感じですかね。どうです、このつけまつげあるないで全然違いますよね、左右の目。実は大事です。ただ横から見るとね、自分の地まつげがビューラーで上げてないから下に下がってんじゃないかっていう不安があるかもしれないですけど、意外とね気にならなくって、ボリュームが逆に根元のところにボリュームがあるように見えるんですよね。そう、むしろビューラーで上げてるとつけまつげめっちゃつけづらくないですか。つけづらいです、なんか絡んじゃうっていう。そう、こう上がってるところにつけまつげ、ここに根元つけなきゃいけないんで、うん、で結局このつけま、あのビューラーで上げた地まつげの先っちょに、うん、あの接着剤ついちゃって、でそれが後で乾いてギュッてこうくっついちゃうみたいな。あと巻き込んでるんですよね。そう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 、だそうなるとちょっと大変なんで、実はこれだけでも全然大丈夫よっていう。もうバランスが大事です。アイシャドウの色の濃さだったりとか、またこのまつげのねあの感じとかも左右のバランスが一番大事なんで。こっちが上がりすぎちゃったとかあるもんね。ありますね。参考にしてるメイクのモデルさんとかいらっしゃるんですか。あでももうないっすね。もう全部自分でオリジナルでやってるのと、あとまあ海外とかのつけまつげとかにはすごい興味ありますね。だからそのインスタとかでもメイクのを載せてるページをフォローしてます。完成です。できました。まつげ
もうちょい端っこ切ればよかったな。チクチク刺さるんだよな。はい、できました。ちなみにちょっとね、もう一個こちらですね。あ、書いてない。ダジリ、ダジレライトです。ダジレライトかな。こう白、ちょっとこのキラキラまではいかないけど、ちょっとラメというか光沢がある白のあのシャドウなんですけど、これちょっと眉毛のところにやります。眉毛にやるんですか。そうなんですよ。これをピッ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 ってやるでしょう。これ、まあ、やるときとやらないときがあるんですけど、ちょっとバランスつけたいなっていうときは眉毛のここに塗ります。そうするとちょっとね、彫り立体感がすごい出ます。わかります？ちょっとこう、うん、立体感が出て、外人風メイクって。そうそうそう、これもすごいいいと思います。眉毛もシュッてこうなるし、うん、どうです？うん、これで口紅塗って完成です。マミさん、え、口紅って意外と車の中でもいいですか。なんでですか。美容がすぐ終わるか。え、髪の、なんかお店が一応11時あの後ろに行っちゃうと結構混んでくる。今何時ですか。10時半。あ、じゃあもういい感じの時間に。で完成です。はい、口紅塗って完成です。あ、もうここには戻ってこないんだっけ。そうですよ、連泊しますか。戻ってこないから準備しなきゃいけないわけですね。じゃあ以上メイクコーナーでした。この後は髪型作りに行くよ。そこで口紅やりましょうか。うん、そこで口紅をやります。じゃあこの後行く美容院は、はい、いつも行かれてるんですか。はい、いつも行ってます。結構私カラフルなエクステをつけたりとか、はい、あとこの前髪切ってもらってるのもそこで、はい、で、まあ、だいぶお世話になってるあのところです。じゃあ準備しましょうか。はい、じゃあ準備タイム。あ、しちゃった。止まらないんですか。じゃあ起きがえ、あ、起きがこれは例のあれかな。